こんにちは、山田です。いや、皆さん今日も元気ですか？ということで、今はブラジルですね。ブラジルについて、最初はサンパウロから旅をスタートするわけですが、まずどこに来たかというと、日本人街。あのブラジルのサンパウロには、あの世界で一番大きい日本人のコミュニティがあるって言われていて、で、日本人街もだからそれに伴ってなのかな、あるんですよね。で、そこがすごく有名みたいなので、あんま普段日本人街とか行かないんですけど、ちょっと散策してみたいなと思います。なんかあるかな、多分この辺りからなんですけど、散策して行ってみます。マルカイさんがなんかサンパウロで有名な日本食の、あの日本のスーパーらしいんですよね。ちょっと入ってみたいなと思います。なんか久々に日本食も食べたい気もするので、ちょっと撮影できるかは聞いて OK だったら中も撮ってみたいと思います。日系の方がやっぱりすごく多いので、全然なんか浮かないというか、まあ、あんまり浮いてないかなと思うんですけど、でもその分やっぱり、スーパーとか行って声をかけられるとはもう現地の言葉ですよね。ポルトガル語かブラジルだからで喋りかけてくださるから、もうなんていう、全然受け答えができず結局英語にしてもらうんですけど、うわ、和食ラーメン屋さんだ。ラーメンは海外でも人気ですね。ちょっとメニュー見れるかな。もう外に置いてあるメニューですね。と店内はすごい混んでて、ちらっとこんな感じ。店内すごい混んでて、中は撮影できそうにないので、簡単にメニューだけ。まあまあそのぐらいの値段だよなっていう感じ。ちょっと見づらい顔だけど。いやー、でもラーメンとか久々に食べたいな。いやー、ラーメンにビールとか最高でしょ。この旅、今年の夏ぐらいまでは続ける予定なんですが、なんか帰ってまず何するかなって考えると、ラーメンだね。ラーメン食べたいなって思うんですよね。ちょっとまだまだ先の話ですけど、日本食屋さんは多いね。ここはレストラン街だな。これはナルトじゃないですか。ここはキティちゃんですね。とにかくラーメン屋さんが多いな。もうめちゃくちゃ食べたいけど予算超えちゃうから、ここで外食はしません。
こういう感じでしたね。もう本当に売ってるものとか雰囲気とかは本当にもう実際の日本にすごく近いような感じでした。さすがは世界で一番こう日本人が、日系の方 がいらっしゃる地域ですね。じゃあ今回のビデオはこれぐらいにしたいと思います。フレイズはブラジルサンパウロにある日系の街の様子でした。じゃあ今日もご視聴ありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。